どの歴代勝ちたがりチームも好きですが、えー、ボンちゃん入りにフードが特に好きでした。ありがとうございます。質問なんですが、当時のお三方は配信前に打ち合わせや企画会議などをしていたのでしょうかもし答えても OK ならば、当時の勝ちたがりの配信作りの裏側を聞いてみたいです。また、勝ちたがりの活動をこなして、えー、成長できた点などあればお聞きしたいです。これからも配信頑張ってください。カッコ、ルドラ、面白かったです。えーとねー、打ち合わせみたいなのは特には、ただ、メッシュは言ってたね。メッシュは毎回言ってて、で、あのー、 まあ飯を食ってるときとか、c p c とかで飯食ってるときとかに、どうしようかみたいなはあって、で、あの、最初、ボンちゃんが調子悪かったやん、シーズン1のときに。で、ちょっとその、ボンちゃんをどうするかみたいな感じには、ちょっとなってて、で、俺もその、新入りやから、あんまりこう、ちょっと、どうし、うん、こう、で、俺、梅原さんにめちゃくちゃ、ハイターにボンをいじれってめっちゃ言われてて。 言われてんけど、いや、でも、さすがにちょっと、いきなり俺がやんのはな、みたいな感じで、その梅原さんの、その、あれを断ってて、いや、ちょっと、みたいな。<laughs> <laughs> その梅原さんから扱うけど、ボンいじれよ、ハイタニュー。ボンいじれよ、とか言って。<laughs> <laughs> で、あの、<laughs> 言われてんけど、まあでも結果的に、途中からボンちゃんが、やっぱボンちゃんもそのちゃんとそのいうの分かる人やから、あの自分から割とこう、ちょっと、ピエロ気味にっていうか、その、 いいいじっていいよみたいな、結構オーラを、オーラっていうかその立ち回りをしてくれだして、でそっからかなりあのそ、いじらに来てくれたよね、ボンちゃんが途中から。だからそれで、あの、みんながいじれるようになったよね。その俺とかるさも。だから、わざとボンちゃんを対象にして、だボンちゃんに絶対その試合を回すようにして、その、勝ちたいトーナメントだから俺が無敗やったのって、俺めっちずっと勝ちたんですよ、勝ちたいトーナメントそそれってボンちゃんに回すためやったんですよね、基本的には。まあ自分がもちろん強かったのもあんねんけど、 勝ちたがり TV の,その目玉はもう完全に、ボンちゃんがで盛り上がってたから、当時、めちゃくちゃ。ボンちゃんが勝ったら、うわー、ボンちゃん燃えたら、ざまあみろみたいな感じで、そのボンちゃんの中心にすごい盛り上がってたから、だからまあ、あのー、かなり勝ちたがり前とかは練習してましたね。普段オ,オ,オフラインで練習してる時も、あ今日は勝ちたがりか、ちょっと熱帯戦やっとかないとな、なりとかないとなみたいな感じで。 ボンちゃんにに回すたために練習っってていうととかをやってたりとかあとその逆にあのー、スト5あのシーズン3の時に俺は豪気にキャラ変えてであのー、立場がちょっと変わったわけね俺が次は甘家電ぐらいだった時とかに、まあ、飲み会の時にちょっと相談でなんかちょっと俺そのなんかなそういう風にちょっと言ったりとかもしてほしいそのんていうかなそういうコーナーちょっと作ってくれへんみたいな要するに俺が勝てないから2人でその 勝てるようにしようみたいな話をしてくれへんかとか、そういうの話は結構してたね。で、あの、例えば俺、ダルシムによく負けてたから、ダルシム対策を二人に聞くみたいなをや,やらせてもらったりとか、まあそういう感じで、まあ勝てない時もそういう,うにちょっとこう、打ち合わせで、まあまあ企画会議みたいなのはやってたりしたね。まあそういうのあったね。まだ割とああいうのは面白いところやっぱその、ほんま、勝負事やから、 全部がこう、思った通りにいかないよね。状況がコロコロ変わるから、だから誘タの会議とかとはわ訳が違うよね。うん、誘ターン会議とかはまあ自分たちでやることを決めて、それを去年はやるだけやけど、勝ちたりとかはほんまにもう、その人が今どういう状況かっていうのが、コロ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 変わるから、だからちょっとその気まずい雰囲気になったりとか、ねえ、やっぱ、ちょっとしんどいときもあるしな、やっぱりあ,のあんだけ海外回ってたらっていうのもあって、まあ、そういう意味ではま、あまあちょいちょいそういう話はしてたね。 まあでもあの頃の勝ち上がりはほんまにもう大会多すぎてほんまに毎週時系列でねやっててっていうすごかったよな今やったら考えられへんよなはいそんな感じでしたかね勝ちたがり TV は数年前はえ毎回5000人以上の視聴者がいてわいわい盛り上がっていたのですが現在は1400人前後でうろうろしています個人的にもやっとしているのは勝ちたがりトラブの影響でえ番組が先鋭化してしまい上位数パーセントのための番組のえ半分の時間を割いている現状です、うん 勝ちたがりそういう番組だろうと言えばそ,うなそれはそうなんですが、えー、現状人がジワをヘイリりしている状況が心配になったりもします業界のハイタリさんからするとやはり勝ちたがりトラめは絶対に必要なのでしょうか客観的に見ると勝ちたがりはインターネットによるバラエティ番組で捉えている自分が大変なんだろうなと思ったりもしますまあでも勝ちたがりはトラめはいるだろうねもうそれが勝ちたがりの色でやっぱりその喋ったりとかっていうのはもう言うたら個人配信とかでねいろいろ できるとこではあるから。まあ単純にその視聴者が減ったっていうのは、番組の質がどうこうっていうよりかは、あの、配信がまず増えた。うん。まず配信がめちゃくちゃ増えた。昔ってトパンガ以外に配信を格下番組にしてるってことはほぼなくて、でまあその番組中も他の人は配信はほとんどしてなかったし、うん。だこの番、格下好きな人もみんなこの番組見てるよねっていう、情報もそこしかなかったし、 で、当時は CPT とかもめちゃくちゃ盛り上がってたから、まあ、プロのシーンを追うっていう意味で、最新の情報が得れた。でも今ってその、むしろさ、勝ちたがりの時点でさ、最新じゃないやん、情報がだその。雑誌か、あの、インターネットかみたいな話で、勝ちたがりの前にすでにもう、情報が散々結構出てたりするやん。毎日、だって今、個人の配信してるからさ、それこそ、フードさんなり、ボンじゃんなりでさ、 だから、別に勝ちたがりは見なくても情報は得れるっていう状況になってるんですよね、今。なので、うん、あんまり、そういう機能はやっぱ失われてたって、で、まあ、やっぱ勝ちたがりの色は、色はその、まあ、上位の人たちに、まあ、スポットライトを当ててっていう、対戦できてっていう、まあ、それも言うたらね、個人配信でも対戦できるようになってるっていうね、っていうふうにもあるから、まあ、やっぱりその、単に時代ですね。 うん、時代によってちょっとこう、淘汰されつつある、その分、個人配信に力がくっついてるっていうことやと思う、だってその、当時は、あのボンちゃんとかフードさんとかと対戦できるぞ、うおーっていうのがあったわけやん、あのラウンジとかにしても、まあ、めったに対戦なんかできへんし、でそれでも勝ったらやっぱこう、うわ強い人ができたなって感じやけど、今やったらもう、普通に個人配信のね、とこでつれば、対戦はかなりできるし。 だよっぽどその3人が揃ったっていうことの爆発力がなかったらやっぱり厳しい3人でしかできない、まあ、3人でしかできないことやってんねんけどもちろんね、まあ、だからそれでも人が見てるんやと思うけどうんまあそういう理由だと思いますけどねだからその勝ちたがりトナメのうんぬんっていうのは俺はそういう感じそこはなんかうんあんまり視聴者が減ってるとかっていう理由とはまた違うかなと思いますね単純に多様化した から視聴者が分勝ちたいとおなみはまあその必要だと思いますね。やっぱり勝ちとがりの色としてやっぱあれは必要だと思います。はい。えー、敗退少年はい誰なんやろうなでもやっぱ格ゲキャラなんやろうなああー、でもマチュアかもしれんな俺。系譜で言ったら。うん。なんかあんまりその女性キャラが可愛いとか、女性キャラが好きっていう感覚がなかったんけど、全く子供の時って。 で、小6の時に、マチュアが出てきて、98の。なんかマチュアになんかちょっとドキドキしたんよね。なんか覚えてんのよね、それ。なんか、それはなんかその、女性キャラを使えとかあんまなかったんやけど、見た目で。マチュアはなんか、かっこいいし、なんか、うん。そうやな。で今は別にマチュア使ってそうでもないねんけど、なんか格ゲーキャラとしてのかっこよさもすごいあったよね。スタイリッシュさもすごいあったし、そういうなんかこう、色気っていうか、 なんかね、シェルミーとかは、俺、それ見てて、あれやん、その股に挟んで投げるとかあるやん。なんかそれは、え、こんなことしちゃダメでしょって思ってたよ子供の時うん。なんかエッチなのはいけないと思いますみたいな、やっぱ思考があるやん、子供の時って。何してんだ、こいつは、みたいな。そういう、なんかこう、そういう目線で見てて、うん。だキャミーのさ、キック投げとかもさ、いやいや、ダメでしょ、これ、みたいな。こんなことしたらっていう。だらどっちかその、それがエロいっていうかは、これ、ダメなことしてる、この人、みたいな。 ここんなことしていけない人だみたいな思ってねんけどマチアはそういうのがないのよねそういうなんか露骨なセクシーな技はしないねんけどなんかその動きとか声とかそういうなんかなめまかしさみたいなのを持ってるキャラクターでそこに結構俺は惹かれたね小,小学生の時にうんだからマッチはアかもしれないねいそんな感じではい、うんうん